ストレピティン船舶昇降機ファルカークホーイールカナダ、ピーターバラのリフトロッククラスノヤルスクダム船舶、昇降機クラスノヤルスクダム船舶昇降機船舶、昇降機は異なる標高にある水面間で船舶を移動する装置、ボートリフト、運河エレベータとも言う。肛門、Man, 船舶用インクラインの代替の一つである、ドイツ、ベルギー、フランス、ポーランド、 イングランドのもののように垂直と斜面に移動するもの、スコットランドのファルカークホイールのように回転するものがある。初めてのものはドレスデン近くのフールプリンツ運河にある2トン半の昇降機である。ケーソンを用いることなく7メートル持ち上げた。これは1789年から1868年まで運用した。 フールプリンツの昇降機の初期は実験的に運用され、ジェームス・グリーン技師は1796年から1830年にまで5機、建設した。彼はエジンバラのジェームス・アンダーソン博士の発明であるとしている。エラズマス・ダーウィンの1777年から1778年にかけての本、皆の広場の58ページから59ページには、 水で満たされたケーソンの平行重りによる運河昇降機の案が記されている。初期の例には、ドーセットサマーセット運河のメルに作られたものがある。1835年に運用したグランドウェスタン運河のものは、イギリスで実用的に用いられた最初のものである。1904年には、リチャード・ロジャースがピーター・ボロリフトロックをカナダで設計した。 このリフトは重力のみで運用した。上部の層に30センチ深く水を入れることで重くして運用された。2016年現在、三峡ダムの昇降機が昇降高さ113メートルで世界一である。ありがとうございます。